さあ、ワンピースカードゲームデッキレシピ紹介ちょっと久々にやっていきます。今日は、えー、青紫のバロックワークスデッキ紹介していきます。とりあえず今回のデッキコンセプトとしては、バロックワークスのカードを主体としつつ、紫の良さっていうところでこうサポートしてもらうみたいな、そういう感じのデッキを作ろうと思います。で、まずはじゃあ紫のカード、えっ、ー、と、ニコスとウルティ。 登場時に、えレストのドンを1枚追加してくれるっていう、まあ、いわゆるマナ加速系のカードなんですね。で、マナ加速系のカードもう1枚。3コストジ、えー、ジャック。登場時に手札1枚捨てることができると。で、そうすることによって、アクティブのドンを1枚追加っていう、このアクティブっていうのが強くて、っていうのも、このバロックワークステキってイベントカード主体なんですよね。なので、1コスト握っておきたいなっていう状況が結構多いんで、これ本当に助かります。 で、しかもこの登場時に手札1枚切るっていう効果をカバーリングすることができて、で、それがリーダーのクロコダイルですね、青紫、ライフ4っていうところで、えー、効果、ドン1枚乗っけてると、自分がイベントを発動した時、まあ、つまりマジックカードですね、手札が4枚以下の時にワン、えー、ドローすることができる。で、この効果はまあターンに1回のみっていう。で、この効果を使うことによって、そのジャックの1枚損、手札1枚損を簡単に、容易に カバーすることができるっていうところで、このクロ、リーダーのクロコダイルとジャックの効果、結構相性いいのかなと。続いて、えー、と低コスト帯のメインアタッカか紹介していきます。2コストのミスターンドン1乗っけてると、トラッシュにあるイベント2枚につき、パワープラス1000というところ二2枚あったらドン1と兼ねて、5000パンチ持っていけるっていう感じですよね。なので、イベントカード4枚あった場合、6000までいけるっていう。だから、中盤以降、どんどん強くなっていくタイプですね。で、トラッシュにイベントカードが あんまり揃わないときは、例えばさっき紹介したジャックの効果で手札1枚切るみたいな。で、それをイベントカード1枚切ってみたいな。そうすることによってパワー、えー、パワーを底上げすることができるみたいな感じですね。続いて、3コスト体のボンクレ。これは結構強いですね。ドン1でアタック時効果。バロックワークスのイベントカード1枚をサーチしてくれる。デッかからサーチしてくれるっていう優秀なカードです。正直言って、今んところ、バロックワークスのカードパワー結構低いんですよ。 低くて結構き、わどいんですけれども、そんな中でもボンクレーは、えー、優秀な方ですね。では続いてそんな優秀なバロックワークス系のイベントカードを紹介していきます。1コスト、そうなの通りバロックワークスっていう。で、特徴をバロックワークスを持っていれば、何でもいいんですよ。何でも引っ張ってこれるっていうどれ。だから、創作範囲がめちゃくちゃ広いんですよね。そのコスト縛りとかもないし。だから、C っていうならば、このカードを使って、また、 同じこのバロックワークスというカードを引っ張ってくることはできませんよって、ただそれだけなんで、でもそんなことする必要ないんで、普通は。なんでかなり優秀なサーチカードですね。続いて2コスト、オフィサーエージェント。これね、だいぶ伸びしろあるカードだと思います。カウンター効果。手札からコスト3以下のバロックワークスのキャラ1枚を登場っていうところで、なんで伸びしろあるかっていうと、まだ登場してないエージェント結構いるんですよね。で、彼らがコスト3以下で、あとなんか登場時に何らかの効果を持ったりしたら、 すごく助かるなと。現状では、ミスター3とか、あとブロッカーのあのミスオールサンデーとか、そこら辺を出すぐらいかなと。もちろんアタッカー系のカードも出して、次のターンの襲撃に備えるとかでもいいし、だからこれから先とにかくコスト3以下のバロックワークス、いっぱい出てきてくれたらなという期待をワクワクさせられるカードですね。そしてこのカードもちょっと使っていきましょう。せっかくなんで。え7コストクロコダイルパニッシュ持ち。 で、どんい乗っけてると、手札の青のイベントマジック、コストマイナス1してくれてるっていうところで、だからさっき紹介したあのバロックワークスっていうイベントカード、あれがゼロコストで使えたりとかするわけなんですよね。ただ、7コストで結構も対し、あと全体的に青のキャラって、 どんい乗っけてないと何らかの効果発揮できないというところで割とコスト管理がしんどかったりするんですね。なのでそういった部分をまあさっき一番最初に紹介した紫のキャラカードのマナ加速効果あれで補っていけたらいいなっていうそういった気持ちが気持ちがあります。はい、ということでこのバロックワークスデッキはですね全体的にキャラのパワーっていうのがちょっと足りてなかったりするんですよね。なんで結構しんどい 立ち回りになっちゃうかもしれないんですけれども、とにかく防御力は高いので、耐えて耐えて耐えまくって、で、相手の手札がそこを尽きてきたら、一気に抵抗素体のキャラクターでアタックをかけていくみたいな、感情の戦い方ができたらいいなという気持ちと、あと、これから先も絶対にバロックワークスの、えー、キャラクターっていうのはいっぱい出てくると思うんで、だから今のうちにデッキある程度土台作っておいて、で、第2弾のブースターパックで強化されることを望むと。 いう感じです、最後、デッキレシピどうぞ。はい、といった感じのバロックワークスデッキなんですが、全体的にパワーが足りないんですよね。なんか、ドンを乗っけたり、もしくは何らかの効果を付与されてないと5000枚到達できなかったりするんで、結構攻撃はしんどいと思います。ただ、防御はカチコチなんで、そこら辺で頑張って耐えて、耐えまくって相手の手札が尽きてからが勝負みたいな、本番みたいな感じですね。 であと、ドンを増やしていきたいのであるならば、例えば、えー、とあのフィルムスタートデッキに収録されていたあの4コストのアイン、あれなんかは、えー、ともうデフォでパワー5000ある、上にレストのドン1枚追加してくれるというところで、結構頼りになったりもするのかなと思いつつ、ちょっと今回枠が見つからなくて収録、あ収録というか採用しなかったんですけれども、まあ、とにかく、このバロックワークスデッキ、間違いなくこれから先、 補強されます。絶対新しいカードどんどん出てくると思うんで、第2弾のブースターパック、それが発売される前にちょっと一回土台一回作っちゃおうみたいな、そういう感じで、じゃあ最後、デッキレシピどうぞ。